在イの逆転は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、フーの第9シリーズ第8話、2015年11月7日に BBC1 で初放送された。脚本は、ピーター・ハーネス、監督は、ダニエル・ネサイムが担当した。10月31日に放送された、在イの侵略との二部作の後編である。本作では、ドクターのコンパニオンであるクララ・オズワルドの姿に、 変身したザイゴンのボニーがドクターの乗る大統領専用機を撃墜する。彼女はオズグッドボックスと呼ばれるオブジェクトを利用して2000万人のザイゴンの素顔を露見させ、それに恐怖するであろう人類との戦争勃発を計画する。ケイトは攻撃中のザイゴンから逃れる際に自らの銃撃をファイブラウンズラピットと呼ぶ。これはケイトの父である。 デスブリッジ・スチュワート・ジュンショーがザ・ディーモンズで使用したフレーズに似ている。四代目ドクターのコンパニオンであったハリー・サリバンは、ゼンはザイゴンの侵略に引き続き、対ザイゴン用神経ガス Z67 開発の協力者として言及されている。ドクターはサリバンのことをザインバッセルと呼んでおり、これは四代目ドクターがサイバー人間の復讐にて、 ハリー・サリバン・イズ・アン・イン・バッセルと叫んだことに由来する。当該エピソードでは、サリバンはロックスライドを発動させ、ブービートラップを解除せずに、ドクターからサイバー爆弾を取り出そうとしていた。ユニットのブラックアーカイブは、ドクターの日で初登場した。本作では、ブラックアーカイブに、死んだ少女のマイア・ヘイのバトルヘルメットが収容されている。ドクターはボタンを押して、 大量殺人を決行するつもりだったと叫ぶ。これは、ドクターの日で3人のドクターが集まって、タイムロードの終末兵器モメントを起動して、タイムウォーに終止符を打とうとしたことへの言及である。オズグッドは、ターディスという当時後には別の意味があると述べる。ターディスのスペルのうち D は、クラシックシリーズと新シリーズいずれでも、ディメンションとディメンションズの意味が与えられており、 それによりターディスという名前には別の意味も存在するようになっている。もう一人のドクターでは、ジャクソン・レイクがターディスについて、デザード・エアリアル・リリース・ディベラ・プット・イン・スタイルという意味であると説明した。本作では、12代目ドクターは、ターディスにトータリー、アンドラジカリー・ドライビング・イン・スペースというさらに別の意味を与えた。さり際に、ドクターは、オズグット・にアイ・アイム、 エーベリービッグファンと告げる。これはドクターのヒデオズグッドが11代前ドクターに言ったセリフである。ドクターの使用したイギリスの国旗のパラシュートは同様のデザインのパラシュートを広げて崖から飛び降りるジェームズ・ボンドの映画007私を愛したスパイのオマージュである。ドクターはボニーのことをゼジェラと呼ぶがこれはナイジェラ・ローソンの名前に由来する。ボニーは 彼女の革命で創造される、ブレイブニューワールドについて、ドクターに問われる。このブレイブニューワールドというフレーズは、ウィリアム・シェイクスピアの劇、テンペストのーブレイブニューワールド、ザット・ハズ・サッチ・ピープル・イニットという一文に由来する。また、ドクターは、アンド・アイ・ミン・ザット・モースト・シンシアリーというフレーズを、イギリスのテレビ番組オポチュニティ・ノックスから、借用している。 アプリシエーションインデックスは84、タイムシフト視聴者を加算した視聴者数は603万人に上った。在言の逆転は肯定的にレビューされ、カパルディとコールマンの演技やエピソードの政治的テーマが高く評価された。スラントマガジンのスティーブン・クーパーは本作が暫定的に第9シリーズで最高のエピソードであるとし、 先週準備された物語へのパワフルな結末だと称賛した。ペースト氏のマーク・ローズマンは、スタンダード内星人の侵略のプロットラインから、戦争とその究極の無駄さの教科書に変わったことを称賛した。彼はボニーを演じるコールマンの演技を称賛し、カパルディの演技についても、ピーター・カパルディのような俳優が主役の役を引き受け、それを自分のものにしてくれたことが、 どれほど幸運なことか、しっかりと思い出させてくれるとンジの言葉を送った。本作に彼がつけた評価は8.8点であった。インディワイヤーのケイトウェル氏は A の評価をつけ、前回のエピソードよりも政治的要素があからさまでなく、今週は恥ずかしいほどに豊富であったと述べた。彼女はコールマンの演技について、言うにジェナ・コールマンの別れのプレゼントにもなり得ると、称賛した。 ガーディアン氏のダン・マーティンも本作を称賛し、特にエピソードの終盤にあったドクターの反戦演説を高く評価した。彼はドクターについて、かつてないほどによく書かれ、トム・ベイカーとつながっていると評価した。彼は、このエピソードが行った現代偶話のようなものを試みるのは危険なゲームだったと述べたが、彼はすぐにこのエピソードが場外ホームランを打ったと感じたという。 ザ・エヴィ・クラブのアラスデア・ウィルキンスは本作に第9シリーズで3度目の A 評価を与えた。彼はザイゴンの逆転のクライマックスは最高のドクター・フーの反戦物語が常に理解してきたことを明らかにしている。戦争の狂気を描くのに壮大なスケールは必要ない。どちらかといえば焦点を単一の紛争や道徳的ジレンマに絞ることで 暴力的な紛争な本質的な無益さが明らかになるのだと述べて、レビューをはじめ、シンプルな設定ゆえに、この二部作は戦争に反対する番組史上最強の生命の一つになっている。それはドクターが上から目線で私たちに意義を唱えるのではなく、自身の経験した痛みを他の誰にも知ってほしくないからだと締めくくった。本作は、 エジプトのコガリムアビア航空9268便墜落事件の1週間後に放送されたため冒頭での大統領専用機撃墜に関してローコムに31件の苦情が寄せられた事故の直後に当該シーンを放送するのは不適切だと主張する視聴者がいた一方ローコムはこの1件に関する調査を行わないことを決定した規制当局は ドクター風の SF 性とストーリーラインは最近の出来事とは十分に区別されていると結論付けた。ありがとうございます。